リチャード・ニクソン大統領の公式写真、1971年、撮影。ニクソンの性的リストは、アメリカ合衆国大統領だったリチャード・ニクソンの、主だった政治的敵対者の使命を列挙したリストの、通称で、大統領上級顧問だったチャールズ・コルソンが編集し、その助手だったジョージ・ティー・ベルが作成したとされ、1971年9月9日に、覚書として、 ジョン・ディーンへ送られた。このリストは、正式には、敵対者リスト、性的リストプロジェクトと称されていた取り組みの一環であった。このリストは、1973年6月27日に、ディーンが、ジョーイン・ウォーター・ゲート特別委員会における証言で、大統領が好まない人物の名を連ねたリストが、存在すると言及したことで明るみに出た。ジャーナリストのダニエル・ショールは、 その日のうちにこのリストを何とか入手したが、そこには自分の名も載っていた。より多くの名を載せた第二のリストは、1973年12月20日の上海合同内国際入税務委員会の聴聞において、ディーンによって明らかにされた。ジョン・ディーンによる、祖江状、1971年8月16日付。このリストの公的な目的は、 大統領法律顧問事務局によれば、ニクソンの政敵たちを内国歳入庁の税務調査を用いて、締め上げ、補助金、連邦政府との契約、訴訟、刑事訴追、等々によって捜査しようとするものであった。1971年8月16日付のジョン・ディーンからローレンス・ヒグビーに当てられた覚書の中で、ディーンはこのリストの目的について、次のように述べている。 この覚書は我が政権に敵対する活動で知られる人物たちへの対処において我々が公職にあることを最大限に有効に活用する方法について述べている。より砕いて言えば我々が連邦機関を用いて政敵たちを締め付ける方法が述べられている。内国最入庁の長官だったドナルド C ・アレクサンダーはリストに載った人々を対象とした 政務調査に着手することを拒んだ。リストに掲載された人々は、掲載順で以下の通りであったが、後にはさらに多くの名を加えた、ニクソンの性的マスターリストが作成された。アーノルド・ピッカー・アレクサンドル・ E ・バーカン、エド・ウィングスマン・マックス・ウェルデン、チャールズ・ダイソン・ハワード・スタイン・アラード・ローエンスタイン、モートン・ハルペリン、レナード・ウッドコック、エスターリング・ムンロ、ジュニア。 ベルナール・ティーフェルド・シドニー・タビダフ・フジョン・コニャーズ、サミュエル・エムラン・ベール・スチュアート・ローリング・スモッド・ロン、デラムズ、ダニエル・ショア・エソ・ハリスン・ダ・ゴール・ポール、ニューマン・メアリー・マクック・ローリー・リーンによれば、コルソンは後に数百人の名を挙げた、マスターリストを編纂し、また常々にそれを改定していたという。1973年12月20日、上海合同内国際入税務委員会は、敵として、 リストに名が挙げられた人々が通常の水準を超えるような頻度で税務調査を受けたという事実はないと結論づけた。この報告の中で576名ほどの1972年の大統領選挙におけるジョージ・マクガバンの支持者や陣営スタッフの名を列挙した第二のリストが1972年9月11日にジョン・ディーンから 当時の内国歳入庁長官ジョニー・ウォルターズに渡されていたことが明らかにされた。ワシントン・ポスト紙は翌日の紙面にその全員の名を掲載したが、ニューヨーク・タイムズ紙は21面に数パラグラフの短い記事を載せただけだった。ジャーナリストのダニエル・ショールと俳優ポール・ニューマンはそれぞれ別々にこのリストに名が挙がったことは自分たちにとって 最大の達成に当たると述べた。このリストが発表された時、ショールはテレビの生中継でこれを読み上げたが、自分の名前を読む段になるまで自身がリストに載っていることに気づかなかった。作家ハンター、エストンプソンは自分の名がなかったことにがっかりしたと述べた。アメリカ合衆国では、テキリストという表現が、 リチャード・ニクソンとは関係のない文脈でも使用されるようになった。例えば、風刺作家の P.J.O. ロークは、1989年に、ザ・アメリカン・スペクテーター氏に寄稿した、エイコール法・フォー、エニュー・マッカーシズムと題された文章で合成した、ブラックリスト、敵リストを示し、こうしたリスト作りの意図とは裏腹に、そこに、名が挙げられた人々は、結果的に過剰なほどメディアに露出し、 抑圧されず、触傷気味の民衆が、憲法感を覚えるほどになっていると述べた。1971年に出版されたフィリップ・ロスの小説、我らのギャングは、リストが明るみに出る2年前に発表されていたが、その中には、ニクソンのパロディである登場人物トリック、イー・ディクソンが5つの性的を記した簡単なリストを作るくだりがある。そこでは、 現実でも拡大されたリストに言及があった、ジェーン・フォンダや、ブラック・パンサー等、リストには挙げられなかったダニエル・ベリガンの一派、カート・フラットの名が挙がっていた。ザ・シンプソンズの第8シーズンのエピソード、ホーマーズ・エネミーでは、モーシ・シズラックが自身の敵リストを見せると、すぐさま、バーニー・ガンベルがこれはニクソンのリストで、モーがニクソンの名を消して、自分の名前に変えたのだと言い出す。 この傲慢な態度に、もうはすぐに、バーニーの名をリストに書き加える。フューチュラマの第1話、スペースパイロット3000では、フィリップ・ジェイ・フライとベンダーが有名人の頭部を生きたまま保存している、部屋を歩いて通る。フライが、ニクソンの頭部が入ったジャーをノックすると、ニクソンが、おい、お前は、リスト入りだぞという、ボージャック・ホースマンの第2シーズンのザ・ショットというエピソードでは、主人公、 ボジャック・ホースマンとトットが、ニクソン大統領図書館を訪れて、図書館の模型を盗もうとする。建物の壁面には、ニクソンの敵やフレネミーのリストが埋め込まれている。そこでは、敵の一人として、ウォルト・ディズニーの名が上がっている。WWE のレスラー、クリス・ジェリコは、リストを使ったパロディのスキットを披露することがある。ありがとうございます。